夏色祭りの近況報告千本ノックイエーイ。ではいきます、皆さん1問目、はい、最近ハマっているものは FPS にハマっている。 最近やった失敗は何かある？ちょっと寝坊しました最近した自分にとっての贅沢は？いっぱい食べました。あ、食べるんだ。最近嬉しかったことは何？あ、やっぱりこの番組に出れたことですかね。最近涙したことは？ホロライブとサンリオさんとのコラボが決まったことです、うん、嬉しなきです、はい、最近ちょっと怒ったことは？FPS で野良の人が勝手に前へ進んで死んだことですね最近買ったお気に入りのものは？推しの、うん、あのアクリルスタンド。おお、なるほど。最近のプチ悩みは？ダイエット始めたんですけど、うん、4キロ痩せたからちょっと止まっちゃいました、はい、夏はお好きですか？あんま好きじゃないですじゃあ夏を感じるものは？スイカ。あ、スイカ。まつりさん的おすすめの夏スポットは？暑いんでやっぱ室内がいいってことで水族館とか映画館とか、うん、なるほど。今年の夏はどんなことがしたいですか？家で FPS やりたいですね振り返って2020年上半期一番の思い出は？やっぱホロライブ全体イベントがあったことでございます、うん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 、祭り的上半期重大ニュースは？まつりちゃんが4周年を迎えましたね。あ、2022年残りの半年でやりたいことは？いっぱいお仕事ください。はい、カン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 、ありがとうございました。イエーイ。君と一緒にいると一生楽しいと思うんだけどな。どうする？